はい、こんにちは、1 1 6インズです。さあ、ついにトレードデッドラインを迎えまして、各チーム今季最後のトレード補強ということで、コンテンダーを中心にチーム強化に動きました。 本当は徹夜して各チームの動きを追いたかったものの、今年のトレードデッドラインは日本時間で平日ど真ん中だったので、デッドライン前最後の1時間だけ配信することになってしまったのは申し訳なかったんですが、それでもたくさんの人に配信来ていただいて本当にありがとうございました。最後の1時間でも結構トレードの話出てきましたので、最後の最後まで楽しむことができた今年のトレードデッドラインでしたが、今回はデッドライン当日印象に残ったことを雑多に話していこうかなと思っています。 はい。まず、デッドライン当日、何と言ってもナショナルズの不安外が本当にトレードされた。これ以上の衝撃はなかったでしょう。個人的には本当に実現しちゃったよという感じでしたね。最終的にパドレスが外獲得戦線を制しまして、ジョシュベルと一緒に若きスーパースターを獲得。 見返りとしてマッケンジー・ゴアや CJ ・イブラムスなどチームが誇る若手有望株はほぼ全て放出することにはなってしまいましたが、それでも外とベル両取りできたことを考えればパッケージとしてはむしろ安いくらい。 開幕からタティスジュニアを書いているパドレスは得点がリーグ9位、OPS がリーグ10位とコンテンダーにしては野手陣のパフォーマンスがあまり良いとは言えない感じだったんですが、ソトとベルの加入、さらにはレッツとのトレードではブランドン・ドルーリーも獲得し、野手陣を大幅に強化。タティスジュニアも直に復帰する予定ですので、盤弱な投手陣と合わせて一気に頂点を狙えるチームになってきた印象ですよね。ドジャースという高すぎる壁はあるんですが、今年来年あたりのパドレスがどんな戦いを見せるか楽しみなチームとなってきました。 しかし、そんな外のパドレス行きもすんなり決まったわけではありません。当初はエリック・ホズマーもナショナルズへ移籍する人に入っていたんですが、彼の契約にはトレード拒否条項がありまして、ホズマーはこれを行使してナショナルズへのトレードを拒否。外のパドレス行きはフロント間では合意に至っていて、あとはホズマーがトレードに合意するだけという状態まで来ていただけに、ホズマーが正規のトレードの鍵を握る。外並みに目立つ結果となってホズマーがツイッターのトレンドに入るほど、 パドレスファンの方からすれば、これで外獲得が破談になったらどうするんだと、きっとその瞬間はヒヤヒヤされたんじゃないでしょうか。結局トレード自体はホズマーをルーク・ボイトに変えて成立しまして、まあ、ある意味ボイトもかわいそうな気もするんですが、彼が代わりにナショナルズ移籍となり、当のホズマーは別のトレードでレッドソックスへ、最低年俸分を除いて残りの契約ほぼ全てをパドレスが負担するようで、ホズマー放出への思いの強さも感じるトレードとなりました。 続いてはトレバー・ローゼンタールのトレードジャイアンツからブルワーズへブルワーズのブルペン補強の一環でトレードとなったローゼンタールですが実はジャイアンツと契約したのは先月21日のこと。 つまり、たった12日間の在籍でジャイアンツからトレードになったわけなんですよね。昨年怪我で全休し、今季もその影響で開幕からどのチームにも所属していない状態が続いていたんですが、ジャイアンツが後半戦の戦いも見据えて、ローゼンタールと450万ドルで契約。しかし、ローゼンタールが復帰してチームに貢献する前に、ジャイアンツが後半戦スタートから3勝10敗と大きくつまずいてしまい、失速してしまったことが響いてしまいましたね。まあ、契約してすぐにトレードして、一応若手をゲットできただけよかったのかもしれませんが、 フィリーズとエンゼルス間で成立したトレードも少々サプライズでしたねシンダーガードの方は彼の契約やエンゼルスのチーム状況を考えれば驚きではないんですがブランドン・マーシュがまさかのトレード。 フィリーズはこの夏センター補強を目論んでいたとされ、外野の守備力アップを果たしつつ、かつレンタルでない若手選手として、まわしを狙ったものと思われますが、交換相手にトッププロスペクトのキャッチャー、ローガン・オーハッピーを提示されて、エンゼルスとしても断る理由がなかったんでしょうね。外野は今季テイラー・ウォードがレギュラークラスとしてプレイできそうな見込みも立っていますし、一応は他で大体可能。参加に有望なキャッチャーも少ないので、いいトレードではあるんじゃないのかなと。 正直、フィリーズがマーシュに大ハッピーを出した点も驚きではありましたが、課題のコンタクト能力を改善させ、マーシュの打撃を伸ばす自信があるのかもしれませんね。はい、続いてデッドライン目前にヤンキースとカージナルス間で実績あるメジャーリーガーが移籍となったのもそこを動かすんかと思ったトレードでした。カージナルスがジョーダン・モンゴメリー、ヤンキースがハリソン・ベイダーを獲得したこのトレードですが、 二人ととも特段トレードの噂かか出ていなかったですよねカージナルスはこの夏先発補強を目指していたのでモンゴメリー獲得は理にかなっていますしヤンキースもセンターにジャッジを入れるのをそろそろやめてプレーオフも見据えて彼の健康管理をしたいところで名手ベイダーを加えましたのでお互いに意図は理解できるトレードではありますただヤンキースは先発陣現在セベリーノが離脱していてドミンゴヘルマンの投球内容も決して良くはない中で計算できるモンゴメリー出しちゃうのかという印象はどうしても受けました ヘルマンの投球が良くなる自信があって、さらにモンタスも来ましたので、チームの生命線であるジャッジの負荷軽減の方が重要と判断したんでしょうか。ちなみにヤンキースとカージナルスは8月5日から直接対決を控えており、モンゴメリーは早速フルス相手に先発する見込みです。続いては我らがマリナーズ、カスティオを獲得し、トレード市場の注目を一手に集めたマリナーズでしたが、デッドライン当日はデプスを確保する動きに徹しました。 ジャイアンツからカートカサリとマット・ボイド、ドジャースからジェイク・ラムを獲得、カル・ローリー以降のキャッチャーがいないに等しいチームなので、カサリというソリドな控え星を獲得できたのは良かったと思いますし、左のリリーフも少ないのでボイドがそこにはまれば面白そう。 エイブラハム・トロの調子もなかなか上がらないため、今季打撃フォームをガラッと変えてサンプルサイズは小さいながらも打球関連の指標が今のところ割と良いラムの獲得も控えと考えれば悪くはないでしょう。まあ欲を言えばボイドはキャリア通してほぼ先発しかやっていませんので、ブルペン回ってどうかなという不安は多少ありはするんですが、層の薄いチームにちゃんとしたメジャーリーガーが加わったのは評価できるでしょう。この後のプレイオフ争いに向けて今回獲得した3人とカスティーヨがフロントの思惑通り貢献してくれることに期待したいですね。 さあ、ということでここまでは移籍となった選手について話してきましたが、逆に移籍しなかった選手としたこの人が動かなかったのは意外でした。カブスのウィルソン・コントレラス。今季オフに FA となる強打のキャッチャーで、この夏の移籍史上ではナンバーワンのキャッチャー。野手の中でもトップクラスの選手だったはずで、トレードデッドライン直前の本拠地でのゲームでは同じくトレード候補として名前が挙がっていたイアン・ハップと、涙の抱擁を交わしたあたりからもトレードされると本人も信じて疑っていなかったと思いますが、まさかの残留。 カブスはコントレラスとハップに対してかなり高めの見返りを他球団に要求していたようでそれが結果的にはこのような結果につながったと思うんですがカブスとしても特にコントレラスについてはオフにクオリファイングオファーを提示した上で彼が移籍となれば保証でドラフト指名権をもらえますのでトレード市場でそのドラフト指名権以上に価値のあるパッケージを他球団から提示されなかったんですかね コントレラスの残留が決定的となった後には、ESPN のジェフ・パッサン記者から、またハップとハグできるからいいじゃないかとも煽られることにもなりました。という感じで今年も色々なことが起きたトレードデッドライン当日ですが、その他移籍した主な選手はご覧の通りです。ツインズがホルヘ・ロペスやタイラー・マーリーなど獲得して、積極的な投手補強に出ましたし、大都市ニューヨークで苦しんだジョイ・ギャロがなぜかまた大都市ロサンゼルスに行くことになったり、 あとはデッドライン数分前にメリフィールドのブルージェイズ行きや、イグレシアスのブレイブス行きが決まったのも当日の配信では盛り上がりました。これで各球団のこの後のロースター編成は概ね固まりまして、残りの試合は今いるメンバーで戦っていくことになります。昨年のブレイブスのように夏の補強が鍵となるチームも結構出てくる印象ですが、今年もそういったチームは現れるでしょうか ということで今回の動画は以上としたいと思います今後もですねメルビーに関する動画を上げていきますので興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いですそれではご視聴ありがとうございました